こんにちは。こんにちは。はい、自己紹介をしていただきました。違うな。違うなっていうけ、紹介をね、していただきました。隣の県の広島のバラの町福山から来ました。一人でもベイビーリップス南ゆかりです。よろしくお願いします。ありがとうございます。なんか面白いね、なんかそこら辺に散らばっとって面白い、ありがとう。でね、今日はですね、めちゃめちゃ暑い、いい天気になったんですけど、それなのに真っ黒の衣装っていうね、はい、ちょっと暑さをバンバンとね、みんなに伝えていきながらね、今日も最後まで楽しんでいてもらえたらなって思います。それではね、まず1曲目歌います。オリジナル曲のビンゴドリーマーです。聴いてください。太陽のね、方向に向かってみんな、向いとって、すごく暑そうじゃけどね。まあ、日焼け止めみんなも塗っとると思うんでね。はい、みんなもね、焼けないように水分補給とかもね、ちゃんとして倒れないようにしてください。それではね、次の曲に行きたいと思います。次に歌う曲はパンケーキの丘と言って、とってもポップな曲となってますので、みんなでね、一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。それではね、パンケーキの丘聴いてください。
ありがとうございます。ありがとう。みんな大丈夫？本当にすごくなんか顔見とったらさ、すっげえあっちーって顔しとるよちゃんと水分取って倒れんようにな、ほんまに。てかさ、めっちゃ美味しそうにさ、かき氷？何それ、ちょっとええー、なそう、今日もね、あのゆかりね、来る時にすっごくもう暑すぎて、もうやばいやばいって思ってね、どこやったかな、ローソンかな、コンビニに行って、かき氷みたいなね、レモンのアイスを買ってもらいましためっちゃ美味しかったです。で、なんかね、なんやっけ、あ、ちょっとやめとくわこの話またいつかしますね、はいまあそんな感じでね、今日は RSK、アトル RSK ハウジングプラザさんのね、ライブに、イベントに出演させていただきまして、本当にありがとうございます。ありがとう。え、みんなさ、岡山の人ですか？岡山の人、あ、やっぱ岡山の人多いなあ、ありがとう。じゃあね、家がね、いっぱいあるのでね、みんな欲しいなって思う家をね、見つけて帰ってくださいね。ゆかりもね、家見るん好きなんですよ。なのでね、ちょっと見れたらいいなって思ってます、はいそれではね、次の曲に行こうと思います。次に歌う曲は昨年全国発売したファーストシングル、ストーリーズです。で、この曲はいつも応援してくださってる方に会いたくてっていう曲と、めちゃめちゃいい歌詞になってますので、よかったら南ゆかりってところもあるので、よかったら、あ、出てきたってね思ったら手を挙げてくださいはい、まあ、そんな感じでね、ストーリーズ聴いてください。
ありがとうございます。ありがとう。いやさ、さっきな、めっちゃ途中でさ、めちゃめちゃ笑いそうになったんよ。ちょっと聞いてくれる？くるんって回るやん。そしてさ、あっち見るやん。ちょっと今してないやけどさ、社長さんがさ、サングラスしとってさ、めっちゃ面白かった。Cやって。まあ、後で見とって。曲の途中とかに。はい、まあそんな感じでね。はい、まあ水分補給しながらね、皆さん見てください。それではね、次に歌う曲は、先ほど歌った、ストーリーズの、先ほど歌ったストーリーズは、昨年全国発売したファーストシングルでして、でそのカップリング曲のツンデレラ怪雪記がありましてですね、そのツンデレラ怪雪記を次の曲歌いたいと思います。でこのツンデレラ怪雪記はすごいなんか今までの曲調と違ってですね、すごくかっこいい感じの曲になってます。そしてですね、一緒にね振りとかもやってくれたら嬉しいです。はい、それではね、ちょっとガラッと変わった曲になりますけど、一緒に楽しんでください。それではツンデレラ怪雪記聴いてください。
とうございます。待って、めっちゃ初めて見たんやけど、あのカゴメってところでさ、ちゃんとカゴメするっていう、かわいすぎる。じゃあもっとね、これから歌い続けたらみんながやってくれるかな。やらない。やってくれたら嬉しいっていうか面白いです。はい、ありがとうございます。で、先ほど歌った2曲が、昨年全国発売したファーストシングルとなっております。ぜひね、物販にも持ってきてますので、ぜひぜひ気になった方は CD 今2枚あるので、ぜひよかったらね、物販に遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとう。みんな休憩しようぜ。ちょっと10秒数えとって。誰も数えんのかい。はい、ありがとうございます。めっちゃ美味しそう、みんないいな。ありがとうございます。それではね、次の曲でラストになります。やったー。ありがとう。ね、このあとね、2回目のステージも16時半からありますので、ぜひぜひ、その時は多分太陽は真上、ん違うな、真上真正面に真上はもう終わったな。真正面じゃないと思うから、うん、まあね、16時半からも遊びに来てください。よろしくお願いします。それではね、最後の曲はみんなで一緒に楽しんでいきましょう。それでは君のペース聴いてください。で踊る
とう。めっちゃ熱かったね。ありがとう。いや最後に本当にいい曲でしたね。ありがとう。はい、それではね、この後すぐに物販しようと思いますので、ぜひぜひ CD もありますので、よかったら気になったなって方はぜひ物販に遊びに来てください。それでは、16時半からまたお会いしましょう。以上ベイビーリップスでした。本当にありがとうございました。